先日、京阪から年末、正月ダイヤの概要が発表されました。今回実施されるのは去年と同様大晦日ダイヤを31日の夜間に、次に終夜運転を行い翌1月1日から3日続けて正月ダイヤで運転します。正月に初詣として、伏見稲荷大社に訪れる客のため、正月ダイヤでは3000系による急行を運転。さらにプレミアムカーも同時に利用可能とし、有料座席で快適に初詣に行くことができるようになっています。この急行は正月ダイヤの一部日中時間帯では、3000系によって15分から30分サイクルで回される予定だけど、一部時間帯では8000系などを用いた急行も運転予定なんだそう。さらに快速特急らくらくも1本臨時運転がなされ、京都方面行きが通常休日ダイヤより増えているとのことです。さらにらくらくには正月限定のヘッドマークも掲出されます。その他、中之島から出町柳が増えたりとダイヤにも変化が加えられているそうです。近鉄や JR なども乗り気な正月ダイヤですが、京阪はプレミアムカーや特定種別増便でかなり使いやすいダイヤになりそうです。